はい、皆さんこんにちは。教育百貨店の平野と申します。私が一般企業に就職をした時に、教育業界のこれちょっと下手だったなと思ったことを思い出したので作ってみました。私がまだ管理職になる前に上司から教えてもらったクレーム処理の方法って、実はあんまりいいクレーム処理じゃなかったっていうことが後になって分かったので、ちょっと紹介していきたいかなと思っています。はい、ではまず二流と三流の人が言うセリフについて説明していきます。こちらです。入社したばっかりの若い社員がレクチャーも受けずにこの三流のセリフを言ってしまうっていうのは、まあまだ救いようもありますけど、管理職がこれを言っていたらもうおしまいですね。契約上の決まりですに関しては割と効果もありますが、この2つのセリフでは結局残るのは不満なんですよね。教育業界って口コミの影響力が強いですから、表面的には解決しても奥底では解決になっていないので、この2つのセリフは言わない方がよろしいかなと思っています。第一流は何て言うんだ、こちらです。上と戦ってみますです。この言葉には、私とクレームを入れているあなたは敵ではなくて仲間ですよっていうニュアンスが入っていますよね。そういうニュアンスが入っていれば別にこの言葉でなくても OK です。ただし、上と相談しますは効果がないので注意が必要です。相手が自分のことを仲間だと思ってくれればクレームは必ず収束します。例えばスポーツとかでも、一緒にやってきた仲間が原因で負けてしまった時、その仲間のことを責めたりしますか？しないですよね。それはなぜですか？仲間だからですよね。人は共に戦った仲間をそう簡単に責めたりしません。仲間だと思ってもらえる発言の一例として紹介をしました。この内容が参考になったなと思う人はチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。